はい、おはようございます。とても涼しくなってきましたね。さあ、今日の案内いきますね。まず一発目はですね、秋田県からね、さわらが入荷しております。はい、ご覧ください。とても綺麗ですね。はい、よく肥えております。まあまあ、なかなか秋田でちょっとこう馴染みないんですけどもね、かなり上の方でもサワラが取れるようになってきております。はい、とても綺麗なサワラです。たくさん入荷しております。さあ、続きましていきますよ。はい、今日はですね、9キロ10キロサイズの天然ブリですね。はい、ブリも順調よく入荷しております。はい、そして、そのこっちですね。今日はね、とても大きいカツオが入荷しております。こちらはですね、三重県からですね、かなり大きいです。こちらは8キロサイズですね。はい、三重県から、こういったカツオも入荷しております。大きいですね。はい、これもうすごいです。まるっとしてるですね。ね、はい、そしてその隣、京都からシイラです。はい、こっちもね、今日入荷しました。エラもとても綺麗ですね。はい、シイラが入荷しております。はい、こちらもお作り、そしてムニエル、バター焼き、フライが最適ですね。さあ、それではお店の中に行きましょうか。よし、今日はですね、高知県からもそこそこ入荷しております。まずですね、ニベです。はい、よいしょ、こちらもね、鮮度のいい状態で届いております。はい、お作り、そしてまたフライが最適の魚ですね。はい、そして、沖ザワラですね。こちら肝もプリプリですね。はい、これね、箱に入れへんからね、こういった感じで頭を取って、入荷しております。はい、沖ザワラですね。はい、そしてですね、高知からメダイです。久しぶりにね、大きいメダイが届いております。はい、お作り、そしてまた味噌漬けに最適の魚ですね。はい、そして北海道からですね、少し珍しいお魚です。坊主銀ポというお魚で、北海道から入荷しております。ちょっと見てみましょうか。なんかね、これ不思議なお魚で、よいしょ、なんか顔がなんかこう可愛いっていうか、なんかこんな感じですね。ほんでね、これ白い模様があるんですね。これこの白い模様のこれなんか全てこう穴が開いとるんですね。なぜか穴が開いとるという不思議なお魚です。はい、これね、結構脂乗って美味しいお魚みたいです。はい、一度食べてみたいと思います。はい、そして、宮城県から、ホウボウですね。はい、ホウボウも入荷しております。まあ、底引き網漁ですけどもね、結構しっかりしたお魚ですね。こんな感じですね。はい、不思議なお魚ですね。はい、そして、こちらですね、同じくこれもメダイですね。これは少しサイズ近いんですけどもね、静岡県から入荷しております。はい、はい、そしてね、こちらも綺麗ですね。高知県からはシマアジ。
はい。そしてトビウオも入荷しております。はい、とても綺麗なお魚です。お造りですね。はい、続きまして、今日もね、高知県はカンパチ、いつもね近いサイズのカンパチですけどもね、今日はね、まあまあ3キロサイズのカンパチが入荷しております。はい、戦場池締めで届いております。はい、高知県ですね、とても鮮度のいいお魚です。そしてまたこちら同じく高知県はヒラマサですね。まあまあカンパチがずっと多いんですけどもね、今日はヒラマサも入荷しております。はい、そしてこれですね、横は和歌山から可愛らしい横はも入荷しております。はい、はい、そして今日はですね、山口県からケンサキイカです。結構入荷ありましたよ、ケンイカは。はい、まあまあ少しね、値段が少し落ち着いてきたかなっていうところでね、お魚屋さん、百貨店、またスーパーなどで、今日はね、今日明日とケンイカがたくさん販売されると思います。はい、まあこういった感じでですね、日々順調よく入荷しております。朝晩ね、冷えてきましたのでね、ぼちぼち鍋商材も売り場にたくさん並ぶんやないかなと思います。はい、まあこういった感じでね、大阪中央市場立秋、順調よく入荷しております。どうかね、皆様のご家庭、食卓に美味しいお魚が届いて、皆様が笑顔になりますように頑張ってまいります。はい、今日の案内は以上です。どうぞ。はい、おはようございます。立秋のマグロロープです。本日はね、南マグロですね、インドマグロの紹介となります。こちらの商品ですね、95キロいいサイズですね。南マグロもね、生インド終わり、ね、入荷の方終わりと言いながらも、まだポロポロと続いております。もう本当にね、終わりだと思います。それでこちらですね、先ほどね、おろしたんですけどね、たった今ですね、おろしたのこんな状態ですね。赤身も綺麗ですね。中落ちですから、天身の部分ですね。これね、油は少なかったんですけどね、その分ね、身はしっかりしておりますね。で、油の方もね、背の髪の方ですね、こんな感じですね。このように、なっております。で、今ね、宮城の方から、巻き網の本マグロ、それと北海道と入ってきておりますので、順次そっちにね、移行していくかと、思いますので、そちらの方に期待したいと思います。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、おはようございます。本日の入荷はちょっと変わったところで、これちょっとちょっと死んではいるんですけど、台湾ガザミというカニです。これが色がちょっと鮮やかブルーにしているがオスで、これオスです。これちょっと変われて、これはメスです。ちょっとよく言う、渡り貝と似てますね。これ渡りの、これはオスなんですけど、僕らもこのふんどしで判断、これがオスで、でこれが、これは渡りの、これはメスになります。こんな感じと、対象で、
こんな感じです。今日ちょっと変わったところで、台湾ガザミが入荷した。これは台湾って言っても、これは神奈川、香川県の商品。で、あとは、大分から、あげますね。ちょっとお腹破れてしまってるんです。釣りの太刀魚も入荷して。前回も紹介したんですが、またパクラからは一応、キンメも同じく入荷してるんで、今日はちょっと少なかったんですけど、あと、今ちょっと天然のフグがちょっと多くて、福島の方から、これはのじめなんですけど、頭を落としてた。あと、で、これは、産地で、浜締めで締めてるやつが、入荷しております。はいはい。で、意外と、値段的にも、お手頃で、養殖より、今ちょっとこのサイズだったら、締めやったやつ。まあ、以上で、今日の案内は終わります。いつもありがとうございます。はい、おはようございます。はい、毎度おなじみの瀬古ガニ、北海道、まあ、大ズワイガニ、まあ、これは3キロの何尾だ、3キロ版の、3キロ19尾です。まあ、なんで、なんぼだ、150g、なんぼ3g ぐらいかな、まあ、200g は切りますね。で、うち子は、まだ真っ赤になるほど、まあ、入ってはいないんですけど、まあまあ、うっすら5割ぐらいはもう入ってくるようになって、まあ、うち子も楽しめる時期にはなってきましたかね。で、また11月7日か、また日本海の方で、本ズワイのまた瀬古が始まるんで、またその時には案内させてください。うん。はい、とりあえずすみません、短いですけど以上です。ありがとうございます。